いつから始められたんですか、ハンマー投げ。ハンマー投げは高校1年生の時から始めて、中学の頃に砲丸投げをやってました。きっかけは、中学校の陸上の顧問の先生がいて、でその方に砲丸投げやってみないかって言われて、そこから砲丸投げをやろうかなと思い始めましたね。砲丸投げは楽しかったですか？楽しかったですね、はい。どういうところが？いやもう自分一人の力で試合行くわけじゃないですか、はいはい。まあ、その中で勝つっていうのはまあ気持ちいいっていうか嬉しいですね。やっぱ一番こう嬉しかった思い出とかってあります？一番嬉しかった思い出ですか、やっぱ高校のインターハイですかね。あ、高校ですね、はい。もうその時はハンマー投げ。そうですね、その時に初めて全国で勝ったので。おー、全国で勝ったときは優勝ですか？はい。あ、インターハイ優勝されてるんですね。はい、優勝しました。高校2年生の時も一応、はい、なんだっけな、ジュニアユースの方で優勝したんですけど。ジュニアユース、はい、というと、こうなんか年齢制限があるんで、大体高校2年生までしか出れないんで、はいはいはい、その中の試合では勝ってたんですけど、はい、まあ、全員一緒のでは引退が初めてですね。まあ、環境が変わっていくわけじゃないですか、はい。そうするとこう練習の仕方とかも変わっていったりするんですか？そうですね、高校まではその先生とかにメニュー出されてたんですけど、大学になってもう自分でやらないといけなかったので、でもそこは考えるようになりました。中学の時も、はい、あれですか、こう先生が言われたメニュー、メニューを出されてっていう感じ。ちょっと苦労はしましたけど、何をすればいいのか分からなかったんで、最初は、うん、ずっとメニューを出されてそれをこなしてきたんで、はあはあ、で大学にポンって入ってみて、いざ自分で考えようってなった時に何をしたらいいのかさっぱり分からなくて、でもそこからその昔出されたメニューとかを思い出して、でそこから自分で練習組み立てるようになってっていう感じですかね。その向上心に一番火をつけたのは？火をつけたのは、まあ、ハンマー投げが楽しかったっていうのもあるんですけど、やっぱ今の、まあ、地元のコーチ、ハンマー投げを教えてくれてたコーチですかね、うん、コーチが良かった、はい、あ、でも僕が高校に入ってハンマー投げを始めた時から、うん、お前をインターハイに連れてってやるって言われてたんで具体的に言うとどんなところが良かったでしょうか、まあ、インターハイに行くっていう目標を掲げて、はい、そのハンマー投げの楽しさを知ったわけですよね、はい、やっぱ教えてもらってて、その自分の中でしっくりくる。あ、僕はその僕の投げを理解してその上で教えてくれてるので、うん、でここをこうしてみって言われたらやりやすいんですよね、うんうんうん、はい、理解しやすい。そうですね、自分の中で理解しやすいですね。あ、理解できるように教えてくれる指導者はやっぱり、はい、いいですよね。そうですね。じゃあ、まあ、これからのこともそうなんですけど、はい、今70メートルということで、はい、これからどこまで伸ばしていこうという。どこまで、はあ、いやまあ今の目標は次は75、はい、でも最終的にはそのオリンピック記録を超えるっていうのが最終的な目標なんですけど、まあ、今の時点では75ですかね、はあ、普段練習はどんなメニューでされてるんですか？どんな流れでされるんですか？流れ的には、まあ、アップを軽くして投げて、はい、今ウエイトしたり、うん、ハードルジャンプ、段跳びとかっていうのをメインですかね、うん、回数は多い時は、まあ、100本とかは投げますね、
まあ、少なくても2、30ぐらいは投げてますね。はい、なんか使ってる部位、あ、こういうのは使ってるなっていうのが分かるようになってきて、部位が、はい、いや、まあ、その細かいところまで分からないですけど、大体この辺使ってるなっていうのが分かりだしてきたぐらいですかね。なんか具体的にどの辺が使ってるなっていうのが、あ、投げですか、うん、投げで使ってるの最近気づいた、あ、この辺使ってんだなっていう、最近ケツあたりを使ってるなっていう、うん、で上半身に力入ってるなとかっていうの結構分かってきだしたんで、うんうん、次、まあ、一番こう達成したい目標っていうの、今一番達成したい目標はやっぱ日本選手権の連覇、来年ですね、はい、来年も優勝したいなと思ってますね。あとその記録的にはどうでしょう。まあ、記録的にはまあ自己ベストを出して優勝したいっていうのが一番ベストなんですけど、はい、まあそうですね、自己ベスト出して優勝ですね。の中で今の子どもたちに対してなんかメッセージがあれば一言いただきたいなと思うんですけど、まあ僕ももらった言葉なんですけど、苦しいことこそ進歩するときっていう言葉をいただいて、まあ、本当に苦しい時にどれだけ我慢してその練習を積み重ねれるかっていうので、まあ進歩できるんじゃないかなと、まあ今も思ってるので、まあそうですね、苦しい時こそ進歩する時っていう言葉を